飲むか飲むか、よいしょよいしょこれをいいっすね。ちょっとそこで最後広げてもらって、いや、そっち広げれる。あ、どうする。はい、なるほど、お願いします。はい、いい、 OK、 パワフル、おい、いいね、いいね。オッケー、オッケー。じゃあ立てるよ。はい。せーの。オッケー、オッケー。立ったかな？オッケー、オッケー。はい、最高でーす。撮影やりましょう。しゃしゃ。全然設定終わってないけど。ここからなんだけどね。とりあえず乾杯しよう。とりあえず乾杯。はい。待ちきれないぜ。いいよ。いいよ。あざす。いいよ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 。ではでは。はあ、素晴らしい。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。キャンパイ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 。帰ってきた。めちゃくちゃいい音鳴らすからね。喉の音すごい好きです。ごっくんの音がすごい。ごっくん大好きです。ごっくんの。ごっくん。じゃあちょっとサイトを彩っていくんで、うん、パーティー始めていきましょう、うん、お願いします。お願いします。しゃしゃっ、テーブルちょっと沢谷にお願いしようか。あ、いいですか。あ、僕はちょっとそれ僕開けたいです。お、それやってくれます。それね、やりたい。はい、2台あるからじゃあ一緒に、ね、一緒に。確かに、そこでレクチャーしようか。よし、よいしょ、よし、さっと OK。 ここが宴会場になります。一回乾杯すか。乾杯じゃん。よし、終わりましたね。いやー、いい感じになったね。どうですか今日の感じは。え、申し訳ないですけど、僕はもうこの時点で相当満足です。もう気持ちいいっすよ。気持ちいい。じゃあ山本君、いきましょうか。確かに2度目の、オッケー、お願いします。じゃあ沢やん、はい、伊豆へようこそ。ありがとうございます。ありがとう。キャンパイ、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 キャンパイです。シャス。帰ってきたね、地球に。地球って素晴らしいね。料理作りますかじゃあ。地球っていいね。地球っていいね。気持ちよさそう。地球っていいな。顔がいい、顔が最高だね。じゃあちょっとゲーム負けちゃったんで、はい、罰ゲームという名のご褒美、いや、いいな、いただいてもいいでしょうか。羨ましいな。やりましょう。プラス4つ用意しとこうか、とりあえず。そうだね、一応4つ、何があるか分かんないから4つ用意しよう。まあ一応試しに4つですね、形としてね。そうだね、あくまでも形ですね、うん、形としてね。素晴らしい、これがもう僕らのキャンプなんで。作り始めちゃったな、これ。そんなのあんま見たことないけど。見たことない。見たことないか。およ4つ。まあ、まだレッドブルですからね。まだレッドブルですから。あれ、ただレッドブルだから、ね、レッドブル今レッドブルだから、ただレッドブルですね。あ、それはこれはどこに入ってくるかって話ですからね。そうですね、確かにね、うん、まず1杯目ですね。ああ、なるほど。ちょっと私たちの、そうですね、まず2人分ですね。ご褒美、ご褒美で。うわ、ちなみにコカレロ度数は29かな。うん、まあ、半分飲むからゼロだね、結局。うん、
ゼロ、うん、今2杯入りましたね、うん、総裁されてるんで、まあ、一応3杯目はどどどど見栄え的に、あー、ちょっと見栄え的にね、見栄え的にそれ、まあまあ比率がどうなんだろう、まあまあ、いや、ひたひたでいいんじゃないですかね、ね、そうだな、それ、うん、表面張力で、そう、表面張力なんか下だけなんかしゃしゃしゃ自然の中だとどうしてもね、ね、やっぱ感覚がちょっと鈍っちゃう、鈍っちゃうね、映えちゃうね、映えちゃうね、飲むか飲むか、もう入っちゃいましたからね、ちょっと負けちゃったんで、はい、すいません、はい、いただきます、あ、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、どうぞ、僕らも一応ご褒美です、勝った、勝ったご褒美、勝ったご褒美、勝った負けた罰ゲーム、勝ったご褒美、はい、そうですね、キャンパイキャンパイ、あー、来ましたね、来たー来ましたね、おめでとうございます、さあ大丈夫、はい、OK、 あー目がもう開かなくなってきた、なんか俺掘り深くなった深くなってきてる、深くなってすごいこっちにこう来てる、深くなってる、深くなってる、こっちにちょっと張り出してる顔じゃあちょっと酔っ払いすぎちゃう前に、はい、巻き割りをちょっと足しましょうか、ね、教えるんで、うん、やりましょうか、このままいくと腕切ってしまうから、そう危ないから、ね、あ、謝って明るいうちにちょっとやりましょう、やりましょう、押す、いいね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 、筋がいいね、いいね、筋がいいね、うまい、うまい、じゃあ巻き割りしていきましょう、しょ、オッケーオッケー、おめでとうございます、いいし、入りました、ね、そういう顔やめて、紐切っただけだよただ切っただけ、いきます、たまになってるよ、おっ、ま、ギャッとやってる、おっ、もう一回、おちょい、おしょー、おー割れてないっすね、まさかのこれだけ、まっす、うん、おー、上手上手、すごい、じゃあもうこんな感じでちょっといってみますか、綺麗にいったね、一発で、すごい、めっちゃ綺麗じゃん、おー、おとやるな、とやるな、とやるな、ファンつかないから、こんなじゃファンつかないんだよ、たけしになるな、おいー、パワーあるね、パワーはね、パワーエスだからね、パワーエスだから、すげえ、スピードは、スピードです、スピード C ですね、 C F やめろ、上手上手C にとどめとけ、お前上手、どやるな、どやるな、どやるな、どこ向いてんの、帰ったぞ、どこ行くの、帰ったの、なんか飲み行ったぞ、飲み行ったの、じゃあ炭を入れていきましょうか、やりましょう、じゃあ、ね、こういった手伝ってもらっていいですか、セッティングして、セッティングして、これしてもらって、はい、こっちに入れて、どんぐらいありますマックスそしたらこれがファイヤーライターズっていうところです、ね、すげえファイヤーライターズマッチのような着火剤なんだよ、ぶっといんだよこれを、じゃあうわすげえ、これマッチやったことあるんだ、あ、ありがとうございます、これでチャッてつけてもらって、うん、いっちゃっていいっすか、いいよ、いきます、はい、映ってます、はい、危ない、あ、大丈夫ですか、いいよ、で、この下も入れてもらって、これ入れちゃいますね、あ、よっ、そこでいいよ、ああ誰そんな高いやつ横だろ、どう考えても、もう勘弁、取れ取れ取れ、いや、分かる分かる、全然余裕っすか、はいはい、横に置いてもらって横に、こういうことですね、そういうことです、当たり前だよ、いや、下ってもっと下からあったの、深層部からあったの、はいはい、入って入って入って、はい、これでもうあと放置しとけば勝手に煙突効果で、これ火つくんだ、うん、バーベキュー最速でできるんだ、マジっすか、本当だ、めっちゃ煙上がってきてる、じゃあちょっと飲むか、飲むか、飲むかですかじゃあお二人に特別なビール、2本目いっちゃいましょう、これお酒マン IPA です、これもまた僕ら一緒に
あの反射炉ビアさんってところを作らせてもらってるビルで、はい、IPA 好きですもんね。大好きです。これめちゃくちゃ美味しいですよ。そのサイズ感見たことないです。でかいマグナムボトル2本目っていう あっさり言うサイズじゃないんですよ。でも沢谷さんが持てばちょうどいいかも。確かに確かに確かに。あ、出る出る出る。よいしょー。はいはいはい。これ沢より大きいんじゃない？確かにこれお兄ちゃんのお兄ちゃんどっちがでかいの？お兄ちゃんのお兄ちゃん結構はるかも。お兄ちゃんのお兄ちゃんお兄ちゃんのお兄ちゃん息子ちゃん。お兄ちゃんのお兄ちゃんもなんでお兄ちゃんのお兄ちゃん香りすごい。ここでも感じるもん、うん、これ結構パッションフルーツとかマンゴーとかの香りが、うん、すごいよこれ。さっきよりちょっと苦味が、うん、ちょっと強めね、うん、IPA っぽい IPA っぽい感じ、ね、になってますね。よし、じゃあ、サワヤの二人。うら。じゃあ、皆さん、キャンツパイ！キャンツパイ！キャンツパイ！よし！よし！うわぁ。タオル苦い。苦味があって。うん。めちゃくちゃごくごくまた鳴らすね今日も。うまい。減ってるぞ。減ってないで。あのごくごくに一緒一緒。スピーカーついてる。一滴ずつ飲んでますか。一滴であのごくって言ってんの。一滴であの音鳴りますか。すげえじゃん。ようやく次の。料理の仕込みに行きましょうか、はい、次の日が来たいと思うんですけども来たか、うん、ついについに来たか次の手かうわぁこれは丸焼き鶏のこれはこれにこの器具って使ったことありますないですじゃあちょっとつけてきてもらってそうそうそうでもまずそういうことです。そういうことですね。鶏にでこれに何をセットするのかというとビールを開けてちょっと後で飲むように、うん、もらってちゃんと銀色のやつはちゃんと取っといてそう飲まんかい銀色のやつえはめますはめちゃうのかね。何そのいやらしいプレーは。でここにちょっとサワーのこれ出すな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 出でちょっとここにヤンがあちょっとそうですヤンがこれちゃうヤン待って俺らさちょっと集中してほしい。あのね主人さんのせいで俺らヤバいやつと思われるビア缶チキンって言って、はい、何チキンビア缶チキンビア缶ビールの缶そうそう、はい、でこれを中でさっき火つけたやつの中でグリルしていくんですけど、はい、中のお酒ども温まってグツ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 蒸し焼きに、はい、そうですよね。内側からもお肉がすげえ柔らかくなってうまいんですよ。これは絶対うまいな。いいんですよ。じゃあちょっと やっていきましょう。いただきましょう。めちゃくちゃうまいです。よしよし見てください。もう火すごい。うわすげえ。めっちゃバッチリだ。何にもしてないもん。何もしてない。ほっといたらハンドルがついてるんで炭受けちょっとね。オッケー。これはえぐいぞ。気をつけて。いいよ。うわ。よいしょ。あちゃー。チーズ。エツチーなこれ。エツチーですね。昨日から健一がこの仕込んでくれて味付けがしてあって、これも絶妙な塩分加減の、うん、完璧な。直火ってよりは熱で。黄金比で。そうですね。うわー。これシャシュレックと同じシャシュレックだねこれ。完全に。よし。楽しみにしててください。いやちょっとジンギスカン作ってきますか。来たかついに。やっと飯だね。ジンギスカン。めちゃくちゃ晴れた。いやジンギスカン。ジョ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 ジンギスカン。まずはちょっと。あ、牛ラードね。ラード。ラズド。ラズドね。ラーリングして。めちゃくちゃ熱いでるね。ラーリングしていきましょう。お酒入るとやっぱ掴ん高まりますからね。野球でリー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 ドね。じゃなくてラーラーラーだから。
たバー。違うの。キャンピーン。おい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 。キャンスパー。チアーズ。少年野球はファーストからセカンドに向けて盗塁を狙うときにリー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 ってちょっとリードするんだよ。その時リーリーリーって言うんだよ。お前ジンギスカンでもラードしとけラララなんだよ。お前さ。おい、何もう一回。ああ。なんで二度地雷踏まなきゃいけないんだよ、ざけんな。北の国からで、狐を呼ぶときはルー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 ルって言うんだよね。あ、カパーイ早いんだよね。カパーイ。油回ったんで。うわーと、もやしを入れちゃうと。辛っ。よいしょー。これ北海道で有名な松尾ジンギス、松尾のジンギスカンで生かしていただきます。うわ、これをここにドバドバ入れていくんですよ。これがうまいんですよ。うわ、これがうまいんですよ。この人たちやってますね、これ。うわ、これですよ。味付けジンギスカンが、これがおいしいんですよ。で、上でこのラムを焼いて、下はこう汁で煮ていくっていう感じで。じゃあまずはちょっとサワに食べてもらおうかな。厳しいですよ、僕は。申し訳ないですけど、ゲストとかどうこうとそのこの置いといて、もうあのゼロベースで。オッケーオッケーオッケー。完全に採点させてもらいます。お願いします。何でしたっけ、松尾の何、松尾のジンギスカン。もうやべえ、顔がやばい、顔がやばい。やべえぞ。いただきます。ほいよ。玉ねぎと一緒に、もやしと一緒に。なくなっちゃった。口の中なくなっちゃったよ。やもやもいっちゃって。僕は結構厳しいっすよ。厳しい。言うとき言いますからね。みんな厳しい。ちょ、ヤング今もう一回言ってよ俺。うん。真面目に言うと、ジンギスカンのそのラム肉の独特の臭みっていうものはちゃんと感じれるんだけど、そのこのキャンプという空間、そして絶妙にお酒を飲んだ状態、むしろそれが美味しくなる。そしてそれを少し苦手という人でも、そのタレの甘みが後からすごくちゃんとくるから、絶妙にオマージュしてくれる。マリアージュはすごいっていうのを僕は言いたかった。弱い、ありがとう。やこれガチうまいっすよ。ガチうまいのよ。やばっ、びっくりするよね。コカボム、うん、はい、をかけた一斉のゲーム。いや飲みてー。いやいいなー。飲みてーな。飲むのはビリと3位。じゃあ当てなきゃいいんだね。うん、飲みたいからビリを取れば、まあまあ、ビリを取れば確実に、うん、飲める。オッケーオッケーオッケー。じゃあいきます。しゃあご褒美。一本で。一本で。誰からいきます？マックス六。まあじゃあいいんすか？山本さんから。山本さんから。いいっしょ。年上からいっちゃって。逆に。急に一斉の三。いいですね。いいですね。一斉ゼロ。うわー、さすが。一斉のゼロ。あーもう帰ってほしい。前に全然甘いもん。飲みたいんだって。一斉の二。あ、一です。うわ。一斉の一。抜けていくこの男。やられたー。抜くのだけはうまいから。抜かれましたね、これは。これは抜かれました。一斉の一。やべ。あーい。あーい。次抜けた人はあれだよ。あーい、あーい。一斉の二。うわー。いいなー。いいなー。一斉ゼロ。やばい。一斉のゼロ。あ、お前お前全然惜しくないんだよ。一斉の一。よし。一斉のゼロ。うわ、やばい。一斉のゼロ。あー、そんなに飲みたいのか。綺麗。あ、ちゃん上手。上手。俺か。そうなんですよ、すごいんだよ。あ、やばい。あれ、そういきじゃん。え、なんで、誰だと思ったんですか。僕と一緒っすよ。キャンパイ。キャンパイ。キャンパイ。おい。うわ、いいな。うわ、いや、あ、気持ちいい。素晴らしい。気持ちいい。素晴らしい。
よいしょ。やばいな。だね。これ来たぞ。ここ押さえて。はい。ムプって取れた。熱いぞ熱いぞ。せーの。よいしょ。よいしょ。オーケー。どかせどかせどかせ。はい。どかせどかせ。はい。よいしょ。はい。よいしょ。すげー。よいしょ。よいしょ。うまいぞこれは。マシ。もも肉。はい。さあとやんどっち先だ。はい。じゃあまあお兄ちゃんに譲ります。お兄ちゃんもう僕が先だったんで今。了解。完全にこれは。うわ。手番のとこもめちゃくちゃうまい。一番うまいよこれ。一番ジューシーだからももって。よいしょー。これなんかに。うわタレよタレよ。やばいなこれ。ではいただきます。肉汁すごいね。もも肉。見て。やばい舌立ってるもん。えっちいもん。うわやばいでしょう。うまいでしょう。やばすぎる。これはやばいな。いやもう行っちゃう。行きたい。申し訳ないけど、うん、これチートだぞ。行きます。はいよ。皮パリパリなんだよね。いい顔してる。いい顔してるな兄弟。焼き加減がね最高すぎるのよ。鶏肉には申し訳ないけど、うん、お前めちゃめちゃうまいよ。ちょ乾杯しよっかじゃあ。一回乾杯しましょう。オーケーオーケー。鶏肉そして鶏肉をね作ってくださった農家の方々に。そしてこのキャンプを設営してくれた主人の皆さんに全員に幸あれ、はい、乾杯、はい、命に感謝、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。出会いに感謝。出会いに感謝。また2品目の折り返ししてるんだよ。そうなんですよ。まだまだ折り返ししてたんだよね。じゃあ焚き火もしていきますか。やりましょう。焚き火やりましょう。じゃあ大きなもう割れにくかった薪をデカめからね。大きいやつからこれちょっと大きいやつを大きいやつをここに土台にどさっちゃって、うん、でさっき置いてね、うん、ちっちゃいの下に。そう、このここのことの理由としては、はい、これがもう着火してくるとこいつが置き火になって、はい、すごい燃焼効果上がってくるから。で、なんかすごい細くなったやつ多分いっぱいあると思うんだけど、はい、これこれそれをこうここに中央に寄せるような感じで、こういう感じね。そうそう、ちょうどこのちょうどこのこの点ここから生やすといいと思う。うん、こういう感じね。そう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 、はい、クロスしていくと。そうそうそう、真ん中に。これ細いから多分すぐこんな感じ、こんな感じ。なるほど。いやー、いやらしいな。置いて置いて置いてかな。いいっすか。置いてかな、やんか。ガジュ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 。ダメだ、こいつは仕上がってるわ。ガジュ。仕上がってる方々が何人かいらっしゃる。いきます。何やってんの。いやこれ。あでもでもどうなんだ。ちょっと打つ。針葉樹うまく組んでけば。スローイン。これに挟むとちょうどいい。あいいじゃない。ああいい。ああ上手。すごくいい。オッケー。うわあ。ついた。これ相当。うん。これ映ってないですね。じゃあちょっとコカボム飲むか。飲むか。一回やっぱコカボム飲みますかね。やっぱめんどくせえから。めんどくせえから。めんどくせえから飲みますか。開けるついた。いやー始まっちゃいましたね。また。いやあね。焚き火コカボムがもう最高なのよ。最高なんだよね。上手。いやらしい。手長いね。コカ上手さん。コカ上手。コカ上手さん。コカ上手じゃない。コカ上手。コカ上手やめろ。コカ上手。あ上手だね。コカボムの新時代ですよこれ。さわ上手。幕開け。さわ上手。さわ上手。うまい。さわ誉れ。さわ誉れ。夢は見るものではなく感じるものだ。感じるものか。ほんじゃほんじゃ。なんだよこれ最高かよ。おいおいおい。本日何杯目。あ確かにそのちゃんと持ち方をちゃんとね存じ上げてる。あの
ちょっと僕の母校式で言っていいですか。この構え入った時に言いたくなることあるんですよ、うん、一回リハーサルしていいですか。虫釣りフィートサワヤン乾杯イエ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 イっていきます。オーケーです。伊豆の虫釣りフィートサワヤン乾杯イエ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 イ。ああちょっと熱感、ちょっとうるさすぎた。いや今日たまたま貸し切りだからセーフ。そうなんですこれ見るな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 全員びっくりしてるじゃん。ここからちょっと焚き火料理をやっていこうかなと思いますけども、特別なやつやっちゃいましょう。特別なやつ、いやちょっとあるんですかそんなのが。あります。さすが何があるんですか。何があるんだ。焚き火料理、それではお、はい、やばい、エレファントカシマシか。どうぞ。よいしょ。伊豆牛、伊豆牛、伊豆牛、サーロインでございます。下、ごとく、はい。で牛脂を、牛脂を、おい、お願いします。よいしょ、ちょっとこれで油を乗せて、うわー、肉焼いていくと。僕焼肉行くと肉奉行なんでめちゃめちゃ。ああいいねいいね。あの肉を焼くことに関してだけは結構。自信あります。こんなバツ肉やることある。料理はできないけど、あ、任せてほしいです。おお、いきます。お願いします。失礼します。よいしょ、優勝鳴らす鳴らす鳴らすね。すごい優勝だよこれ。たまんねえよ。乾杯。はい、乾杯。うわあ、アニキチームすごいっすよ。アニキチームすごいな。うわうわやばくない。水が凍り始めた。めっちゃいいな。こんにちは、お願いします。うわいしょ、厚切りですね。うまっす。うわめちゃくちゃ上手じゃないですか。働いてた、そういうところで。え、もっと多いかな、うん、職業何ですか。職業何。 YouTuber っす。本物だ本物だ。 YouTuber っす。まあ一旦 OK、 一旦こんなもんで。これパーティーだね。ちょっと待ってくださいね。いきます。じゃあ伊豆牛、これ伊豆牛のサーブ、伊豆牛の油焼きで、はい、おお。はい、これはやばい。これは覚悟決めて。いや、うまいっすよね。うまいっすよ。もちろんうまいよ。夫婦していいよ。いやいや、あ、夫婦は2回まで。オッケーオッケーオッケー。アナゴさんになっちゃうから。アナゴさんに、アナゴさんになっちゃうから。作業無理だって。これちゃんと180度あるから。これはちゃんと。え、何じゃあ、飲む、ね、飲む。冷やし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 。でもういける、もういける、もういける。ああ、いけました。噛んで、噛んで、噛んでいけると思います。一口いった。うわうまそう。ちょっと噛んでね、ちょっと噛んでね。どう、油がうまいよ、伊豆牛は。やばい。じゃあ、次、山本さん。いやいや、え、マジ。いや、もちろんです。嘘でしょ。いきますよ。これ、油で溺れる。うー、ちょっと、おいおいおい、俺、おじさんだと思う。おい、やん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 。いや、やっぱ最初のキスは刺激的なものですよ。最初のキスは、ファーストキスは刺激的なんで。もういきます、多分。夫婦して、夫婦して。寝てた今。これやばいっすよ。うん、うまい。これはもう、これやばい。俺かみたいな目で見ないでください。次俺かみたいな目で。よし、お願いします。
この一番あのこれやばい、お肉は中心の部分が一番うまいんで、一番これもしかしたらうまいかもしれない、いきます。こっちが結構焼けてるんで、こっちがいきます、うん、あーワンシャブでちゃんと押さえてあ、話しちゃった。行くしかない。やっちゃ、やっちゃ、やっちゃ。最高。じゃあちょっとお兄ちゃんにね、お兄ちゃんも食べたい。いや、お兄ちゃん、せっかくだから。セル、いや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 、両面、両面いった方がいいっすよね。さっさっすよ。めちゃくちゃ上手だね。うん、完璧っすか。よっ、ゆっくり、あー長い長い。うわもうやだ、やばいって。あげちゃおう、ね、もう違うから全然違うって、全然違うから、もうやだすぐちょっと待って、お前ら殺す気か。さっきと同じ、さっきと同じ殺すよ。ちょっと待って、鼻が美味しいって鼻が美味しい、鼻が美味しい。いや味覚ないんですよ。味覚ないんで。専門家の指導。付け合おすな。専門家の指導までやってるから大丈夫。いける。上質な油でしょう。哺乳類を知りました、僕。哺乳類を。これは哺乳類か。鼻赤いんすよね。マジ熱いから、お前ら。ここ赤いの。お前ら全員責任取るよ。お前らこの後、ここ、お前ら寝た後、全員ケツの穴の中にお前肉突っ込むから、マジで。え、サンタさん来た？サンタ、赤鼻の、赤鼻の中です。赤いじゃん。あのね、痛覚なくなったんですよ、通り越して。痛すぎて。これじゃあこれこの上質な油をソースにしちゃいまおう。うわしちゃっていいかな。これなんですか。もちろんもちろん。じゃあこれ食べないですか、2人は。あ、一回いっちゃいます。一回ソースつけます。じゃあ一回作って美味しく食べようか。確かに。これすりおろしニンニク。うわー、ニンニクした。これはやばいな。はい、一回やってみます。あ、いよいよ。じゃあこれがあのめんつゆの器だけど、はい、特製ソース。そう、特製。これやばいわ。醤油、みりん多めの。うわいいね。ニンニク醤油的な。そう、オニオンソースができるね。うわー、やばい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 。これめちゃくちゃうまいんですよ。これ犯罪っすね。だから、あ、なるほど。これ何なんですか。今僕が持ってるのは何なんですか。これはこれがね、あの今から焼くものが、はい、あるとある焼きそばなんですけど、はいはい、それには欠かせないものなんですけど。ほうほう。結構折れてきました。折れてきた。そういうこと。肉カスと呼ばれるやつ。そう、肉カス。なるほど。うわー、犯罪だ。これから油が出てくるんで、ちょっとしばしお待ちください。ほいほい。僕らそのサワヤンさんとこうやってやってもらったけど、サワヤンさんのファンたちがこんなあの熱いみたいな、ね、怒られないですかね。ね、怒られないですか。怒られますよ、絶対。絶対炎上っすよ、間違いない。ランチコメント、ランチコメント 85% 確定です。この焚き火よりも思いますよ。うちのサワに何してくれてるんだって。ここにちょっと豚の細切れ入れてきます。細切れ入ります。もう今日多めでいきますよ。あ、いいね、いっちゃってください。若者もいるんで。うわあれやってるからな。あれやってるから。うわ、野菜入ります。あ、野菜入りました。じゃあちょっとヤン君、はい、塩コショウお願いします。あ、お願いします。進めないじゃん。ヤン君、塩コショウ、はい、お願いします。あ、上手上手上手。めっちゃ入ってるからね、この中に。
袖めっちゃ入ってるから。いや、溜め込まないと。お土産です。OK です。OK 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 です。お土産。お土産です。お土産です。東京に持ち帰ります。市長保証は。あの甲子園の砂みたいな。そう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 。これ砂です。じゃあ入れます。真ん中に。麺いきますか。よっしゃー。ざっさり、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 ざっさり。うわー。ガンゴリ酒酒酒だ酒だ酒だーそれまだまだ早まない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 。うわうまっそちょっと蒸します。いやいいっすね。蒸し入ります。蒸し入ります。オッケーやった完璧な色合いだよ。ちょっとヤンちゃんお願いします。じゃあヤンちゃんに貸していただきますよ。ってことで、まあ、縁も竹縄ということでね。いやいやまだやるよ。まだまだやりますということで、こっからねあのスタートダッシュ切るということでね、皆さんね、こっからね、こっちからですからね、こっちから行きましょう。キャンスパイ、キャンスパイ、キャンスパイ、キャンスパイもいいよ。ワイワイ、あちち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 、うん、おっしゃうん、最高。あいい感じになってきました。うわうわうわ、みんなちょっとみんなに渡したこれをかけてもらって、いやかけてください。はい、どうぞどうぞどうぞ。おいしょ、まんべんなくいっちゃって。うわー音音やべー。こっちの音鳴らしてるね。これはこれがまあ締めで美味しい富士宮焼きそばという焼きそばです。うわ初めて初めてです。じゃあ初富士でキャンツバイ、キャンツバイ、富士の宮崎、シェアス、シェアス、そう、うん、豚バラのサクサク、焼きそばのもちもち、そしてそれを融合させるこの魔法の粉の緩衝材って言ったらいいんですかね。喧嘩させない仲介役が素晴らしすぎる。こんな焼きそばここでしか味わえない。皆さん、あの焼きそばを語るのはやめましょう。ここが全てです。極まれり焼きそばの頂点ここにあり。これに合う、これに合うのはでもあちゃんと、ね、これにはもう富士宮のお酒高砂でいきましょう。行きましょう。来た来た来た、高砂。ジャパニーズスピリタスが、ジャパニーズスピリタスウォーダー、ジャパスピ。これはもう地酒なんで、あ二人のコップがない、ないんですけど、なぬコカレロありますよ。あこれに入れる、これに入れる。そう、お二人に、ええ素敵な、なんだその、すごいことしだすこの人たち、ちょっと待ってよ、おもてなしの精神がすごすぎるんだわ。えこれは、ちょっと待って、嬉しすぎる。これはえ、待って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 、ちょっと寄ってもらって、ちょっと待って、本当にちょっとこれ今日一嬉しいかもしれない俺。え、待って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 、お酒これやばいわ。そうだよ、せーの、うわーやばい。え、ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。これガチ嬉しいんだけど。え、ちょっと待って、これガチ嬉しい。やばい、これガチ嬉しい。これやばい嬉しいんだけど。飲むぞ今日は。飲みましょう。行くぞ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 行かけるようにあるんだけど、うわこれやばいぞ。確かに、うわーこれやばいね。これめっちゃ嬉しいんだけど、これクソ嬉しい。これマジ嬉しい。俺これで東京歩きますよ。これ飲み会とか基本これで行きますよ。これからこれで行くよ、ね、お前これに入れろって、ね、そう組み交わすのが楽しいんで、これもコミュニケーションですね。そう、パーティーグッズなんで、これはよいしょー。いやちょっとこれ嬉しすぎる。マジで嬉しい。ちょっとあの追いつかないよね。香りこれでちょっと、あいいわ、甘い香り。富士宮焼きそばに富士宮のお酒でいきましょうか。キャンパイ最後、キャンパイ、キャンパイ、ちょっと届かないから今日は。いやちょ、いやっしゃ、来てくれてありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうすしもうねもう死にたい、もういません。
くわ、決まったね。いやでもこれ超嬉しいですね。いや嬉しい、マジで嬉しいです、うん、これマジで嬉しいです。僕ちょっと泣きそうになりましたもん、これもらった瞬間。嬉しい、あのこ う袋を握った瞬間に全て分かった。分かった、握って分かった。いいのって思っちゃいました、もらっちゃっていいんですかみたいな。これをと思って、これかっこいいな、ずっと動画見とれるからさ、クソ欲しかったもん。めちゃくちゃ盛り上がるんで。じゃあこれもう一回飲んでこう、もう一回飲んでこう、もう一回いっとくか。じゃあいいのあ、もちろんもちろん、ありがとうありがとう。オッケーオッケーっす。で、あー申し訳ないです、いただきます。ありがとうございます。あ、いいよありがとうございます。じゃあ沢君お願いしていいですか。最後スピーチ、思いの丈を。ちょっと長くなります、はい、あらかじめ言います。嫌な人はもうこの時点でブラウザバックしてください。まあ、YouTube いろいろ難しいです。いろんな世代を超えていろんな人たちが一生懸命頑張っております。伊豆の西辻さん、本来ならおそらく交わることない、そんな YouTuber の方々たちでした。多少噛むの許してください、気持ちいいです。正直やはりこう好きなことを全力で取り組んで、そしてその先にこう人々に笑顔とかを与えてる人たちにものすごく魅力を感じてしまった自分がいました。好きです。で、素敵な時間、素敵な場所で、そして素敵なご飯とお酒をご提供いただけて悔いはないです。本来なら言うべきではないことかもしれませんが、明日死んでもいい。そう思いながら今この時間を過ごしております。感謝しきれません。これからもずっとずっと応援しております。伊豆の虫釣りが僕は大好きです。そして僕たちの視聴者、若い世代多いと思いますが、こんな大人になってほしいなと思いながら、そんな願いを込めて乾杯のご挨拶とさせていただきます。なってほしくないけどなってほしい。なってほしくないけどね。なってほしい。泣きそう。素晴らしい。日本の未来を担う数少ない若者に乾杯。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 ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。そして若者をまだ言うの？まだ言う。導いてくれる素晴らしいこのような大先輩に乾杯。もう一回です。これでもう一回です。これでも OK です。それありがとう、ありがとうございます。ありがとう、大好きさ。じゃあそんな、いやもう好き、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。ケンチ君からアンサーお願いします。最後アンサーですか。じゃあ注いでもらってまた行くんか。あー来たか。これもちろんそうっすよ。アンサーはちゃんと注がないです、ね、全員で、ね、よろしいでしょうか。はい。今回急に連絡いただいて、うん、いいのかなっていう気持ちが一番大きかったかもしれないですね。うん、そうなんですか。そうですよ。そうですよ。いやいや。うん。そうそう。今みんな知ってるね、周りの友達とかにも言っても嘘でしょ。うん。そうなんです。やっぱそういう存在の人たちと一緒に、ね、こうやってキャンプさせていただくなんてもう、うん、一番好きな空間で、ね、最高、最高だったよね今日。いやねえ山本君、最高だったよね。最高だったよ、うん、だからこんな時間を過ごせるっていう。キャンプはなんだろう、そこでバーベキューしたりとかいろんなことをしたりするけど、その時間を共有する場所だったりもすると思うんで、そんなところで最高の仲間と最高の時間を過ごせたことに僕は本当に嬉しいと思っております。もう本当に感謝込めて感無量。キャンツバイ、キャンツバイ、バイ、シャレ、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ良いよ。ありがとう。ありがとうございます。マジでありがとう。本当にマジでありがとう。マジでありがとう。マジでありがとう。よかった。いやーこれなんだよな。最高。泣ける。嬉しい。さあ飲むぞー。またいつかどこかの山でお会いしましょう。うわー。